とやるね。いや練習。いや何球ぐらい打ったの？何球打ったんですかね。200、300ぐらいしかないです。200、300、それもフルスイング。いやいやもう考えながら。考えながらですね。でテーマにしてることは何なの今？テーマはやっぱホームラン。まあ、去年から引き続きなんですけど、ホームランの確率を上げて、を上げるっていうフォームとかよりは、まあ、フォームは変わっていくので、その時その時に考えながらフォームが変わっていくので、あんまりこうキャンプでこう大きく変えようとかではなくて、まあ、その質を、あのね、子供とかもねチャンネル見てると思うんだ、はい、どうやったらホームランを打てるかっていうさ、はい、コツ知りたいと思うんだよね、はい、これ単純にさ、打ってるだけでホームランになんないなんないですね。だからそのコツみたいなのを子供たちも見てるから、ちょっと教えてほしい、はい、なるほど。まあ普通のことで言えば、技術とかじゃない話でいけば、なんていうんですかね、練習でできないことは試合でできないっていうことを僕も小さい時から言われてきたので、それを考えるとやっぱり練習からホームラン打たなきゃいけないと思うんですよ。で練習からまあ小学生、中学生、高校生いると思うんですけど、点数を超える癖をつけないといけないと思うんですよ。打った打球が、で自分が打った打球は今どこまで飛んだのかっていうのをしっかり確認していってほしいのが僕の。そしたらそれが練習で、まあ、10回打ったら、じゃあ5回ホームラン入るようになったわ。 それでやっと試合で、まあ、10回やって10打席立って1本ホームラン打てるかとか、20回立って1回打てるかとかになると思うので、だから練習でセンター前しか打ってない人が試合でホームラン打つっていうのはあんまり確率が低い話なんで、まあ、そうそうですね、はい、まずはそこを意識した方がいい。それは何歳からやり始めた？僕小学校4年生ですね。始めた頃からホームランを打ちたいと思ってやってたの？それともホームランに目覚めたっていう時があったの？目覚めた時ありましたね。それを最初に目覚めたのは小学校6年です。それからやっぱ練習の時からホームランっていうことを意識して練習してたの、はい。小学校ホームランなかったんで、ランニングホームランだったので、それよりは僕飯を食べました。すごい。それは体をでかくしてホームランにつながると思った。はい、そうですね。単純にテレビでプロ野球選手見たときに小さくホームラン打ってる人があんまりいなかったので、単純にそこで大きい人がホームラン打ってるって思ったんで、でも身長大きくない。身長大きくないです。175ぐらいです。指導者に恵まれた、よくさ、はい、振り回してたりとかすると怒られるっていうことがあるじゃん。そうですね、はい、よく野球教室行ったりとかすると指導者が、はい、おい振りすぎなとかなんとかって言ってもいるじゃん。いますね、はい。それの指導を見てどう思う？僕はまあいやどっちですかね。僕がもし教えるなら振りなさいって言いますけど、確かに当てに行くというか、しっかり芯に当てる意識でやった方がヒットは出る。出るよね。で、ただ僕はホームラン打ちたかったんで、ホームラン打つってなると芯に当てたところ以外でホームラン打つことがホームラン打つことの一番の大事なことだと思うので、もう一回聞きまして芯じゃないところで、はい、打つホームランがホームランだという。そうです。芯に当たった時は多分僕より小さい人とかでもホームラン打てると思うんですけど、じゃなくて、まあ、例えば、はい、うわちょっと詰まったとか、うわちょっと先だっていう時にホームランが打てる人が、まあ、去年僕ホームランを取りましたけど、ホームランを取ってきた人で全部芯に当ててホームランを取った人ってあんまりいないって思ってるんで、そのさ、はい、47本打った中で、はい、芯に当たってないホームランって大体どのぐらいあるの？多分僕の中で30本あります。30本ある。じゃああとの17本は完璧だけど、まあ完璧で大体僕が打って歩いてる時ですね。もう打った瞬間バット戻して走ってない時は完璧です。
そんなにあるんだ、はい、その感覚は俺にはないわ。もう今年の目標は何本に設定します？今年、メディアとかには50ってずっと言ってるんですけど、僕は60打つつもりで言ってます。打てる可能性は感じてる？無理ではないと思います、はい、でもやっぱ記録ですし、日本記録ですし、その、まあ、王さんとか落合さんとかが55本、52本とかなので、相当これ100年ぐらいの歴史の中でそれだけしかいないってなると、やっぱり相当難しいことっていうのは分かってるんで、でも可能性がある限りは、トライしてみたいですし、あんまり低いことに設定するとそれより低くなっちゃうかなと思うので、ね、60って思ってて、でも50は打ちますっていうふうに思ってます。50は打つ、50は最低と。そうですね、でもそれぐらいやらないと優勝できないと思ってますし、去年以下かって言われちゃうんで、それは嫌なのかな、はい、でもそれはチームを思ってのことだよね。個人のこともあるけども、はい、それぐらい俺が去年より打たないと優勝はできないぞというような責任感、そうは思ってます。やっぱり4番としてその責任は感じて、そうですね、僕がやっぱ変なことはできないと思います。かっこよくなったね。本当に。でも笑顔は忘れない。はい、大丈夫です。もう悲しそうな顔してたらこっちも悲しくなるからね。そうですね、もう笑ったら自然と俺も見てて笑顔になるけど、でもチームのために笑ってることも大事だと思うんだよね。そうですね、はい、うん、今年は60本と笑顔をテーマに、はい、期待してます。はい、ありがとうございます。60本約束してもらえますか？60ですか？じゃあ58、惜しかったなみたいなところまで許します。58打ったらすごいですね。はい、約束します。じゃあ60打てなかったら YouTube の中で野球教室してください。あ、分かりました。ホームラン王の、はい、ホームラン王の打ち方とか。あ、分かりました。はい、全然教えてください。はい、分かりました。もうちょっとこうやったら60本いったんだけど。はい、分かりました。これがこうならなかったっていうのを教えてください。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。